スマボリス主将&選手会長の嘘と本音のスポーツ教室。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。岩尾です。井筒です。ちょっといつもここで最初はこんなちょっと形にこだわってやってるけど、途中からもうただの雑談に気にせずライトに行きましょう。というわけで、はい、3回目になりました。はい、結構こう周りのサポーターの方しっかり言ってくれますよね。言ってくれますよね。見てます。聞いてます。聞いてます。あれ嬉しいね。めっちゃありがたいです。そしていつも質問もたくさんくださるんですけど、はい、ありがとうございます。増えてきてかなり数も、ね、面白い質問もたくさん出てきて、ふざけたやつからふざけたやつからすごい長くて真剣なやつまでめっちゃ面白いんで、できるだけ今日も答えていけたらなと。そうですね、まあ、ニュースと絡みや、そうですね、絡めながらニュースのところですね。はい、今日はいいですか、ちょっと僕、はい、拾いたいやつあるんですけど、岩を立っての希望で、いいですかこれをやりたいっていうやつ出ちゃったんでいいですか。はい、湘南ルヴァンカップ初優勝、はい、24年ぶりタイトル、ね、ちょっと先々週ぐらいですか、先々週ぐらいちょっと前なんですけど、うん、やりたいって言ってましたもんね。そうです、もうこれだって言ってやりたいなと思って、まあ、質問も、まあ、そこと結構似通ったり、はい、絡みながらしてるところもあったので、うん、これがいいんじゃないかということで、今日は湘南ルヴァンカップ初優勝について話していきたいなと思います、はい、お願いします、お願いしますまあ僕湘南にいたんで、そうっすよね、はい、いろんなこう今のその調査体制も知ってるんでね、うんうん、感じるところが、そうです、今いろいろあるんじゃないかと。徳島にいてとか、うんうん、まあ、湘南の時はとか、いや湘南、まあリーグの順位は結構よくない、苦しかったりする中で、うん、ああやってこうトーナメントで、うん、あもちろんその最初はその若手とかサブの選手とか、うん、多分ローテーションしながらどこのチームもやってると思うんですけど、うん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 、なんかああやって結局最後の最後で優勝できるっていうのは、いやもう普通になんかシンプルにすごいなっていうのは、うん、僕は外から見てて思ったんですけど、うん、やっぱその湘南にいた選手からすると、うん、なんかその凄さってどの辺から来てるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、なんか今回やっぱ優勝しましたけど、結果としてでもやっぱそれってこう結果でしかないというか、うんうんうん、多分張さん自身ももちろん優勝狙いにいってるけど、うん、優勝が大事なんじゃないみたいな人だから、うんうん、そういう意味での積み重ねた張さんのその7年間、もちろんその前に監督が43年間いたわけですけど、はい、その7年で積み上げてきたもののうちの最初の4年を僕噛んでるので、なるほど、かなりそこで僕自身も優勝も経験したし、うんうん、逆に降格も経験してるし、はいはいはい、張さんと、まあ、サポーターの人が言い合いをしてるとか、うん、まあ、やめろって言われるとか、その厳しい時期みたいなところも、そうそこも見てきてるし、はい、共有してきてるので、うんうんうん、だからそういう人だっていうことも含めて言えるのは、やっぱりこう結果っていうところはもちろん大事だし追うんだけど、そんなことは結構これ試合前のミーティングとかもう本番の直前に張さんがよく言うのは、サッカーなんて勝ちか負けか引き分けしかねえんだから、そんなことどうでもいいと、お前らの持ってるものをちゃんと全員同じビジョンで同じ強度で表現しろと、お前らにできるのはそれだけだみたいな、結果なんか選べねえんだっていう、なるほど、それすごい言ってて、はいはい、で絶対それってブレてなくて、だからそういう意味ではやっぱりあの初優勝っていう結果として見えたことは、もし結果が正解だとするならば、そのやってるプロセスっていうことがものすごくこう因果関係として強いのかなっていうふうに思うわけですよ。なんか試合とか見てるだけでも、その湘南の選手ってやっぱりどこと比べてとかじゃなくて、結構そのみんな同じ思いというか、なんかこう一貫性があるなっていう風にすごい思うんですよね。シーズン通してもそうですし、なんか選手の中にはバラつきがないし、なんならバラついてたら結構変えられたりするじゃないですか、すぐ、インアウトとかもありますし、途中で出て途中で変わっちゃうやつ、後半50分ぐらい入ってね、60分ぐらい変わるっていう、でああいうのもなんかこうそこの、まあ、張さんの中でなのか、
監督、あじゃないわ、クラブとしてなのか分かんないですけど、うん、なんかそういう、こう、基準みたいなのが、すごいあるチームなんだなっていうのは、見てて思うんですよ、ね、うん。基準はめちゃくちゃ強いね。うん、やっぱそれを、しかもブレないし、うん、決断できるっていうのが一番大きいかなっていうのは、自分が嫌われるとか自分が相手にどう思われるかとかじゃなくて、その選手のためだっていう、悪いものは悪いと、その選手のために悪いものは悪いってちゃんと示せるっていうことが、あもう選手自身もそう悪いと言われてる人だけじゃなくて、それを見てる他の周りの選手もこれは悪なんだなっていうことを共有できるっていうことが軸だよね、そこが、うん。まあ、この前の話じゃないですけど、こう怒るみたいなところもあったじゃないですか。はいはい、なんか怒る叱る問題ね。あ、そうそうそう。それもやっぱりそのなんていうんですかね、何を言うかっていうよりは誰が言うかであったりとか、うんうん、その誰っていう部分が普段どういう振る舞いをしてて、うんはいはい、どう思われてるのかみたいなのがすごい大事だみたいな話だったと思うんですけど、はいはいはい、それにも結構通ずる部分あるなっていうところですよね。うん、そうね。だって意味わかんない人がめちゃめちゃキレてても、うん、意味わかんないわけじゃないですか。ただ単に。うん、誰だよお前みたいな。でもそれをそのちゃんとこう叱るべき人がこう叱るべきタイミングで、まあこの前の話と一緒ですけど言うみたいなのは、まあ湘南とかすごいあるなっていうような感じはしますよね、うんうん。それがだから軸としてやはりこうスタイルを変えてしまうとか、うん、その人の中で変化を起こしてしまうと、うん、それを言ってることもさっき言ったように、いや何なのお前、自分の言ってることも変えるじゃんみたいな、やることも変えちゃうじゃんってなっちゃうと、そこの信頼関係も少し難しくなっちゃう。これはまあ今ボルティス目線で言うと、今年あった出来事まさにそうで、まあ本音で話す機会なんで本音で話しますけど、やっぱりこう自分たちが去年あれだけいいスタイルを築いてきたっていう中で、結果もちろん今年悪かったんで、最初そこで葛藤だったり、まあ、俺もやっててうまくいってないのを実感してるし、はい、そこでいかに結果もちろん大事だけど、それにとらわれずに何が足りてないのかっていうところに真剣に向き合って、何が悪なのかっていうところをちゃんとこうみんなが把握して共有してやっていくっていうことがもっとあってよかったかなっていうのは思うよね。その湘南から学んできたことも含めて、なんかそうですね、誰が悪いっていうよりはなんかこうチームとかクラブ全体としてそうそうこう迷ってる結果が出なくて、うん、どうしたらいいか分かんない時期に、うん、あもちろんその戦術を変えたとかも、まあ、一要素でしかなくて、チーム全体として、なんかこうどうやってやっていくのかみたいなところはなんか決まらなかったから、まあ、戦術も変えたりとかしないといけなかったりとか、まあ、人がこう出入りしたりとかもあったと思うんですけど、そこがなかなか難しかったなっていうのは僕も振り返ってみても、よく言われますけど、あの記者の人とかにもいろいろこう戦術変えたりとかして難しくなったと思うんですけどみたいな、まあそれはまあそれ一つあるんですけど、もうちょっとなんか大きいところですよね。そうそうそう、全体クラブ全体チーム全体としてどういう方向に向かっていくのかみたいな、そう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 、なんかこう一貫性を持ってなかったなっていう、で多分最初にもっと決めないとダメですよね。そうそう、だからそれはある。だスタートのところで、ね、そうそう、うまくいってるからうまくいってるとかじゃなくて、うんうんうん、これでいくんだよっていうやつ、うん、まああったと思うんやけどな、うん、まあ結果、まあ、が出なかったりとかするとやっぱりそこが不安になってくるじゃないですか、うんうんうん、でも不安になるぐらいだとダメっすよね。そうそうそう、もう絶対これでいくって死ぬほど考えて、うん、どんな結果になっても、うん、J3 落ちても、うん、10連敗しても、うん、その揺るがないようなものをもっと最初に考えて、でそれをじゃあ具体的にどういう風な行動で体現していくのかまでちゃんと決めて、でそれをやり続けて、まあ1年なのか5年なのか10年なのか分かんないですけど、もし違うなら違うで、あ間違ってましたで僕はいいと思いますし、でもなんかそこをとりあえずこう決められたスパンでやりきらない限りはもう何が正しいのか分かんない、やりきらなかったからダメなのか、そもそも考えた部分がダメなのか、それは結構まあいろいろ実験していけばいいなって僕は思うんですけどね、うん、だからその湘南初優勝っていうのはある種俺の中の実験というか、こういうクラブがどうなっていくのかっていうのをすごい見てた部分が強いので、やっぱこうさっきも言ったように結果が出ない時全然あって湘南だって、むしろそっちの方がそうそう上がったり下がったりしてるし、で張さんのスタイル、アグレッシブなサッカーもカウンターだったりするだけども、今もそうだけどっていうのを信じきる、賛否両論あったりそうそう全然あった世間的には、そうそう、それに対して言い合ってるし、いいのかこんなんでみたいな、全然聞いてるし、だけど
こうやってタイトルを取れる取ったっていう事実からしたら、はい、なんか今自分たちがその今回のボルティスのね今回の今年の感じってすごいなんか拡大レンズで見てるだけというか、うん、もっと引いて、うん、未来どうありたいのっていうところから、うんやってったらもっとパワーあるんじゃないかなっていうのは感じる。なんか 今はすごい大事なんだけどもちろん、うんうんうん、今への拡大解釈すごいなっていう、うん、そうっすね。なんか選手的な立場でリアルな話すると、うん、やっぱりこう何年いるか分かんないじゃないですか、はい、例えば痛くてもクビになるパターンもあるし、うんうんうん、まあ、痛いと思ってるけど他のなんかこう魅力的なところからオファーが来て出るみたいなことはやっぱり J2 にあるところなんぼでもあるじゃないですか、うん、今年もいっぱいあったしね。そう、それは全然すごいいいと思うんですけど、うん、っていうところで言うと選手はやっぱり5年とか10年とかっていうスパンでは考えられないじゃないですか、うん、チームの未来みたいなところ、うん、やっぱりその1年自分がこう結果出して自分の未来とか、うん、チームのその1年間のこうところに貢献するみたいなところがあるんで、うんうんうん、なんかうまく選手を使ってほしいなっていう感じなんですよね、僕からすれば。今選手目線でいくと、選手目線でいくともう選手出入りしちゃうし、うん、それはこうメリットでもありデメリットでもあるので、うん、なんかそこは選手にうまくこう出入りしながら、うん、その時のこう資源として選手を使ってもらって、うんうんうん、まあ多分どこのクラブもそうなんですけど、うん、もうちょっとこう長いビジョンで何年後こうなりたいとか、うんうんっていう構想の中に2年とか3年とかの契約で選手を組み込んでもらうと選手としてもこうやりがいもありますし、まあそうだね、どの辺を僕が自分が担ってるとかっていうのでもちょっといろいろ変わってくるじゃないですか、はいはいはい、でなんかそのビジョンにすごい共感するなら5年でも10年でもいればいいと思うし、なんかそういう目線というかなんかこうそういうのがあると、まあ、サッカークラブに関わらず、うん、スポーツクラブとか、まあ、会社もそうだと思うんですけど、うんね、面白いんじゃないかなとは僕はすごい思うんですよね、うんうん、自分がどこにいてどうありたいかっていうのを明確な方が、うん、エネルギーは絶対あるよね。持ってるものとか出したいな、うん、俺ここなら出せるとか出したいと思えるかみたいな、うん、分かんないじゃないですか、どのチームに行けばいいのかみたいな、分かんない、ね、これ質問入っちゃっていいですか、もういやいや、この流れでいきますか、流れ的に入りますか、じゃあこの流れ的に今いいと思う、読みますね、読んでください。これ前回の週にもらった質問なんですけど、ちょっと温めてたんですよね、はい、2人で、これ面白いね、これ違う質問ですよね、違う人の質問、一緒、さらにだから一緒ですね、あ一緒か、同じく移籍について、うん、違うな、あ移籍についての質問です、はい、J リーグ国内での移籍の場合、皆さん何を基準に移籍を決めることが多いのでしょうか、年俸出場機会、サッカーのスタイル、はい、どれでしょう、さらに移籍の件について、選手の間でこのチームのオファーならぜひ受けるべし、またはこのチームには行かない方がいいなどの情報交換はあるのでしょうかっていうところで、はい、まあ、さっきの話の続き、なんかこれをあえて最終節前にやるべきなのか、ね、はい、そう、放送が最終節前なんで最終節前にやるべきなのか、はい、やっぱり終わってから、はい、遺跡の話はした方がいいのかって僕らの間でもちょっとね話しましたね、ちょっと角が立ったみたいな話はあったんですけど、はい、まあ、でもあえてこのタイミングでさせてもらいたいなって思ったのには、はいろいろあるんですよね、はい、理由が、はい、俺言っちゃって言ってください角立たしてください俺それ担当じゃねえかなんかこうやっぱりもちろん目の前の松本戦にも絶対集中してますし、はい、シーズン通して42試合、はい、プラスアルファのところにすごい集中はしてるんですけど、とはいえサッカー選手ってみんな自分のキャリアとか移籍について常にこう考えながら目の前の試合に戦うってすごい難しい状態の中でサッカーをしてるので、はい、なんかそれは別に隠すべきことでもないし、はい、嘘でもないし、はい、本当に自分の人生とチームの未来みたいなところをこう同時進行で考えてる、はいはい、そういうのが、まあ、サッカー選手とか、そういう事実ですし、本当のところなんで、だからあえてこの、まあ、最終節前に、こういう、実際、シーズン中にどういうふうに考えてるのかっていうのを、お話しさせてもらうタイミングとしては、あえてこの、リーグ中にやるのがいいんじゃないかなっていうふうに考えて、2人で取り上げた次第なので、気分悪くしないでください。思ってるやん。ちょっと気にしてるやん。いやいや、そうなんです。で、まあ、この内容なんですけど、
まあ、何を基準に移籍を決めることが多いのかっていうと、まあ、湘南みたいなさっきの話で言うと、はい、例えばまあ湘南がいいとか悪いとか徳島がいいとか悪いとかそういう話じゃなくて、はい、まあ、湘南の場合はなんかそういう基準はあるなっていう感じはしますよね。そうですね、サッカーのスタイルっていうところに関しては、はいはい、もう何年もそうですからね、ブレてない結果に限らず、うん、だからそういう意味の基準っていうのは今言ったように、そこに共感できるのかできないのかみたいなのは一つ考えやすいってところですよね。あとまあ出場機会とかはこれ結構そのうちに来てくれれば試合スタメンで使うよとか、うん、そういうまあ口約束じゃないですけど、うんうん、こういうところで使いたいと思ってるみたいなのはなんぼでもあると思うんですけど、うんうん、言っても口約束でしかないんで、うん、すごいいい外国人選手が自分の同じポジションにパッて来ることとか、うん、全然ある、レンタルで来ることとか J1 の選手が、うん、全然あるんで、これもあんまり気にしない方がいいんじゃないかなって僕個人的には思ってるんですけど、いやこれはもう全然信憑性ないないよ、だって、うん、何をもってそう言ってるのって結構思うからね、俺も言われたことあるけど主力としてみたいな、うん、いやそれはでも集まってやって組み合わせとか、うん、選手の組み合わせ、監督がどうかとかもあるし、そう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 、でも結構これを大事にする人もいるじゃないですか、うんうん、ここに行ったら今は出れるからとか、うんうん、そういうこう判断をしていって、はいはい、まあ出れなかったりとか出れたりとか、ね、うんうん、ここに依存して決めると結構行った先で出れなかった時に難しいですよね、うん、あなんか島屋大丈夫それまあ、ね、でもそういうことっすよね、いろいろやっぱ夏移籍で行くってことは、うん、もうすぐ試合出れます、うちももう即戦力で使いたいですって言っていくわけじゃないですか、ね、でお互いそういう約束で別にそこが一番 の、うん、あの基準になってるかどうかは、これ一番そうでしょ、夏移籍出場機会、まあ確かに。だって逆もそうですもんね。逆もそう。出れない時に夏移籍で移籍してうちなら出れるよってちょっとカテゴリーとか落としたりして、行っても出れなかったりとか、J1 に行って必要だからって言って引き抜かれても出れなかったりとか、まあこれはだから水物というか、あんまりこう。わかんないですよね。何の理屈も信じない。違うところに、それこそまあ湘南のサッカーに共感するか、クラブに共感するかとか、うん、徳島のサッカーに共感するかとか、うん、そういうところをやっぱ基準にした方がいいなっていうのは、あるよね。思いますよね。うん、まあ年俸とかはまあもちろんね、やっぱり家族いたりとか、まあその辺はこう、おのおのあると思うんですけど、とはいえこれもそんなにこっちに行ったら1億円多い、こっちに行ったら1億円少ないみたいな話じゃないじゃないですか。そうだね。もうほんと数百万円多くても、うんうんうん、数百万円とか、まあ、あれなら数十万円単位でこうちょっとこう、色がついたりとか、そうだね。まあ神戸じゃない限り。バンバン出してるそうですね。だから、これもあんまり僕は気にしないでいいんじゃないかなって僕は思ってます。だって、1年とか2年でクビになっちゃったら、うんうん、まあ、目先のそれだけ、そうなんです、そうなんです、数百万円多いところに行っても、うん、貯金が数百万円増えるだけで、うん、それならやっぱりいいサッカー人生を歩んで、うん、ちゃんとこうキャリアを積み重ねた方が、お金の面、貯金っていう面で言っても、絶対貯まるから、うんうん、やっぱりなんかこう、いかに頑張れるかみたいな、自分の中に何を貯められるかだよね。うん、自分のこう、資産的な。そう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 。お金なんかなくなるからっていう。うん、そうですね。だし、年俸とかも、はい、俺の感覚ではもう副産物でしかなくて、うん、結構過去に対しての評価が年俸だから、ああ、なるほど。そうそう。だから全然、その、あ、去年頑張った分が、ああ、じゃ、なわけじゃん。そうそうそう。お金が提示してるんだなって。そう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 。そこに何の未来への信憑性はないなっていう。うん、なんか、行った先で、自分が頑張れそうかっすよね。うん、自分がどういう時に頑張れるのかっていうところをちゃんとこう、過去の分、うん、ことを分析して、あ、俺こういう時頑張れてるなって、いうふうなことをちょっとこう言葉にして、うんうん、でそのクラブに行った時に同じような状況が起きやすそうであれば、うんうん、それは多分行った先で頑張れるし、うんうんうん、そういう状況が起きなさそうだけど、うん、お金とか出場機会とかで行っちゃうと、うん、多分頑張れなくなって、うん、頑張れなくなったらもちろん結果が出ない、うん、結果出ないとまたクビになる、うん、もったいないみたいな話になるのかなって、しまや、いやいやちょっとそれは分かんないですけど、ごへんごへんいろいろでも考えてほしいから、あの言っときますけど、はい、お聞きの皆さんに言っときますけど、あいつは頑張ってます連絡取ってるんで、はい、間違いなく、あの悩んでる、悩んでる、相談してもらったりとかして、うんうん、なんか悩んでたんですけど、やや君が行きたいと思うなら行ったらいいんじゃないですかって僕は突き放しました、うん、あいつは弱いからね、お尻弱いぞあいつは。でも頑張ってるからね、彼は彼で後悔もしてないでしょうしね、別に、うん、全然全然全然ではないと思うけど、全然ではない、でもやっぱりちゃんと自分で考えていったと思うんです、うん、そうだね。だからまあこの
選手の間でこのオファー、チームのオファーならぜひ受けるべしとか行かない方がいいとか、うん、なんか一般論としてはやっぱり、うん、どこのチームが良さそうだとか、うん、お金があるとか、うん、なんかそういうのはあると思うんですけど、うん、監督は変わるし、うん、選手も変わるし、うん、で、まあ、お金が重要かって言われると別に一番に重要じゃないっていうところで言うと、うん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 、なんか本当それぞれ自分で考えないとダメだなっていう感じです。そうだね、うん、なんか常識、一般常識としてはもちろん、うん、そういう情報は僕らの中では共有してますけど、うんうん、っていう感じですよね。まあ、情報交換はありますけど、ね、あるある、はい、でもだからって感じですよね。まあ、それが、まあ、決めだから、うん、そんなに決定的なところですね。そうそうそう、4人だから夏移籍したけど、うん、みんな情報交換したけど、うん、どう思いますかとか、はいはいはい、相談を受けたけど、あんまりこう、なんだろうな、俺の思うところはあるけど、うん、その人に対してとか、そういう行く先に対して、はい、俺の思うところはあるけど、それが別に正しいかどうか知らないし、うん、もちろん誰にも分からないし、うん、っていう提案というかね、こういう俺的な考え方はこうだよっていう提案した中で選んで決めれればいいんじゃん、うんうん、ただそれぐらいしかないよね実際。これはもう本当に、まあ、さっきと同じ話ですけど、もう進路決めるのなんて本当に未来予測じゃないですか。未来予測でも未来予測できないじゃないですか、当然、うん、みたいなところでどうするかっていうのは本当に一番確固たる絶対ブレない部分は、うん、自分がどうすれば、うんうんうん、自分がどういう人間で、うん、どういうところに行ったら自分はどうなりそうかみたいなところの想像は結構過去を紐解くと見えてくるんで、自己分析ね。そう、自己分析するとなんかそれを本当、まあさっきと同じですけど、それが起きやすそうな、これ別にもうスポーツに関わらず多分進路に悩んでる人とか、あの会社でじゃあ転職するかしないかとか、そういう意思決定と同じだと思うんですけど、頑張れるか頑張れないかじゃないですかね。だって頑張ったら結局結果ついてくるんで、そこが全てかなって思いますね。自己分析しようしようっていうところ大事だよね。自己分析は本当に。でなんか自己分析って結構むずい、よしやろうみたいなところじゃなくて、うん、普段から自分がどういう人間なのかっていうのを考えながら生活するのが大事だと思うんで、うん、僕はそうやって生きてるんで、あの窮屈だね。はい、ネクラって言われていやかもしれない窮屈だなっていう感じですね。まあ、湘南のニュースと、このタイミングであえて移籍の話するっていうところは、今回、そのニュースっていうところと、はい、質問っていうところをちょっと絡めて、はい、ぜひ話しさせてもらいたいなって思ったので、そうですね。二人で考えて、はい、取り上げてみたんで、まあ、テーマ的にはちょっと、際どい。かなりね。際どいやつの話とかもありましたけど。あれ際どくない。あれは大丈夫。信頼関係があるからこそ。そうそうそう、もちろん。みたいなところで、今日のメインテーマは、この辺でしたっていう感じですね、はい、ちょっとなんかぐちゃぐちゃしちゃったけど、はい、でもまあその湘南の、あり方みたいなところを、うん、徳島とかそうね、もっとこうやっぱり学ぶべきところはあるんで、うん、素直にこう、うん、リスペクトして、うんうんうん、勉強したいなっていうところと、まあ、移籍については自分たちはこう葛藤しながらやってるけど、はい、やっぱり今自分のたちの目の前の試合に集中しながらも、はい、自分ってやっぱどういう人間なんだろうっていうのを考えると、うん、いろいろ見えてくるんじゃないかなっていうのが本日の、まとめ、はい、メインでした。まあ、考えないのは無理だからね、移籍とかに関してもこの時期はね。考えないって言ってる人は嘘なんで、嘘だよ。嘘つくよりはこうやってやっぱラジオとかで言ってる自分たちの方がやっぱこう好感持てるなっていう知らんけど好感持たれる好感の方に今好感度は上げるメンタリズムしてってる、はい。